秋篠宮ご夫妻がイギリスから帰国をしましたが、まだやらかしていました。帰国の飛行機に乗り込むときに、秋篠宮様が先にタラップを登り、少し後ろから紀子様が腕をわしづかみにしながら登っていました。仲がいいアピールをしたかったのかもしれませんが、息が合っていませんでした。タラップを登り切った後に、秋篠宮様が振り返ると、紀子様は腕をわしづかみしているので、振り返るときにぎこちなくなっていました。逆に天皇皇后両陛下がイギリスへ行かれた時のタラップの登り方はお手本のような登り方でした。手は握っていませんでしたが、天皇陛下の少し後ろを雅子様が登り、お互いが気を使いながら少し会話をする感じで仲の良さが伝わってきました。紀子様の帰りの衣装もスケスケで、日本を代表として行かれていることに恥ずかしく感じました。やはり天皇皇后両陛下がチャールズ国王の戴冠式へ行かれるべきだったのではないでしょうか。それとも宮内庁は皇族のダメな見本としてあえて秋篠宮ご夫妻に行かせたんですか。